社施設が非常に苦しいのに飲食店ばっかりバッシングする、で緊急事態宣言だっていうふうにやっていくっていう、なんかそういうことを本当の原因を全部そらしながらそういうことをやっていくっていう、私大阪の分析、そうね、あの大阪、うん、あの小玉さんの話に続けて言うと、あの厚労省自身のデータを見ると、まず見ていただくと、あのいやいや、あの一番最初のクラスターの発生数っていうのを見ていただくと分かるんですけど、もうちょっと前に、これ飲食店って見てください、一番少ないんです実は、一番多いのは高齢者施設で、命の危険があるのは高齢者施設と医療機関で、明らかなんです。それで実際に亡くなってる方の年齢構成を見ると、まあ女性とあの男性の間少し違うんですけど、まあ70歳以上の高齢者が圧倒的なんですよ。でそうやって見ると、なんで浮き去りに児玉さんの言ってることが客観的なデータではただなんで置き去りにしてるかっていうことをはっきりしていて、で高齢者施設は、まあ、そこに無症状者の検査をしないで飲食店のバッシングをして、で高齢者施設の定期検査は一部しかしてない、まあ児玉さんがやってる世田谷とかやってるんですが、で結果的には自宅 療養がね、 第7波だっけ、8波だっけ、157万人、だいたいこれ自宅療養って言い方が変だと思うんですよね。病院入れなくて医療崩壊ですよね。それを医療崩壊って言わなかったのは、私は本当に痛恨だと思うんですよね。児玉さんがあの前も言ったんだけど、まあ、あの検査をして早期で高齢者施設で発見して、それで薬抗ウイルス剤をあのやれば、あのクラスターが発生しないで済むわけじゃないですか。それやってないんですよ。やってないのに2類か5類かみたいな議論してマスクするかしないかしか報道しない、なんか壊れてんじゃないかなって。2類か5類かっていうのは児玉さんが言うように変異株ごとに違うのに、うん、2類か5類かで新型コロナは一つの病気じゃないですよっていうことと、本質的にやるべきことをやってないのに分類だけ変えてるだけ、これが非常に大きな問題なんですっていうことなんですね。だからすごく共通してるのは、なんかサイエンスが全然ないっていうか、さっき の、ね、あの風評被害もそうですけど、なんかみんなエモーショナルなことばっかり言って、うん、サイエンスとして全部切り分けられるのに、このね、あの例えば検査の話もこのクラスターの発生数も飲食店ばかりがターゲットになって、じゃあそのデータどこにあるんですかっていう時にこういうデータなわけですよね。結局飲食店はスケープゴートにされただけで、だって厚労省のデータですよこれ。そうですよねだからもうおかしいなって。で児玉さんが言ってるのを僕らの領域に置き換えると、介護保険はもう持たないなっていう感じ。すごいだって考えてくださいよ、みんな現場で全然検査もしてくれなければ、あの治療薬も出てこない中で面倒を見て、まあ、中にあのウイルスを入れてあのしまうというあの可能性もあって、それに対して自分が非常にビクビクしながらやりながら、しかもクラスターが発生したら一番被害を受けて面倒見なきゃいけないのも介護従業者じゃないですか。でしかもそこは賃金が安くてどんどん人が少なくなっているっていうのは、これも厚労省自身のデータ見ていただくと分かるんですけど、データ見ていただくと、厚労省の、あ、これですね。これ、あの、厚労省自身が言ってる不足数、介護従事者の不足数の予測なんですよ。こう、23年時点でやって。これだけ減って、あの、だんだん段階の世代が行って介護従事者が必要なのに、あの少なく、まあ、要するに不足してると、そこであの介護施設をほっぽらかしてるわけです。ちょっとそれじゃもう全然持たないじゃないですか、賃金も低いし。でこれこのデータないんですけど、あの特に在宅はそうなんですが、高齢者がもう介護従事者の大半になってるんですよ。農業と介護従事者65歳以上が
大半になってんですね。だこういう介護保険が壊れちゃうぞって問題意識、なんで持たないのか、僕はよくわかんない。あのメディアが、ね、もう実質的に壊れつつあるのはデータで示されてるっていうことですよね。そのくせ少子化対策の時に保険をその保険財政から出せっていう議論をするわけでしょ、うん、だこれはね、介護保険もそうだし健康保険も両方ともどんどんあの財政が悪くて高齢者自身の負担をどんどん引き上げてるんですよ。そうですね、まあ、これいちいち説明しませんけど、うん、こういう、あ、これはまあ検討中のものもあるんですけど、それで最後じゃあ大企業の健保組合、健康保険組合見ると5600億円の赤字なのに少子化対策の保険でやれっていう。だからなんだろう、全くそこで起きて人が死ぬか生きるかみたいな問題を放置して科学的対応もしないで、それで社会制度も放置した上で、じゃあ財源はそこから取ってくればいいんだって話はいかにも無体じゃないかなっていうのが僕の、まあ、全くそういう感じなんですね。無体というか全く論理性がないですよね。論理性がない。それで児玉さんがさっき言ってる中で補足的に説明すると、コロナ対応の病院のコロを全部健康保険にしちゃって、それで7万いくらから3万いくらになっちゃうってでしょ。でところが一方で厚労省は依然として病床削減政策は全部放棄してないんだよね。今は止めてるけど、だけど2019年からこれやって、なんで大阪や北海道がひどくなったかっていう原因の一つは、この病院をまず公立病院をどんどん閉鎖した、それから厚労省のこの病床削減政策に真っ先に飛びついたのは大阪と北海道、うん、これはもうきちんと検証しないとダメなんですよ。特に大阪は私立住吉病院の併合で廃止しちゃったわけですよ。それだけじゃなくて健康保健所もあの2つの市と府の間の二重行政を解消するって形で統合し、保健所の数を猛烈に減らして保健センターに格下げしていく、それをやって結局数の集計さえできない、そういうことがねやっぱり起きた原因だっていう、あのいくつかある原因の一つはこれなんですよ。でもう一つ大きな病原因は、実を言うとね、あの大阪っていうのは経済政策がすごく失敗していて、貧困がすごいんですわ。で、まあこれはあの病院、これなんですけど、まあこれ緩やかにあの生活保護率と、あの、死者数。すごいですね。死者数が、そんな完全な相関ではないんだけど、こうなだらかにこう減っていくわけですよ、あの死者数が。で、ところどころ突出してるのを見ると、実を言うと、あの大都市周辺、千葉とか兵庫とか奈良とか和歌山とか三重とか岐阜とか佐賀とかね、あのみんな大都市周辺はちょっと突出してるんですよ。それで乱れてるように見えるので、大都市周辺と生活保護率を重なるとだいたいかなり説明できちゃう。で大阪は生活保護率あ日本一なんですね。少なくとも2021年まで府は1位だし、22年も多分大阪市は市レベルは完全にずっと日本一なんですね。でこの状態って結局なんか身を切る改革とかいろいろ言ってるんだけど、身を切る改革の結果は医療あの私立公立の病院やあの保健所をどんどん削って、医療や介護を崩壊させ、で貧困を固定化させるんですよ。なぜかっていうと、身を切る改革で、もう役所はもうほとんどパソナ、竹中さんのが会長だったね、パソナの、あの、非正規が、もう大量に入ってるわけですよ。癒着してるっていうふうには言わないけど、かなりもう、密接な関係になってるんですよ、ね。まあ、実質的には癒着と言っていいと思いますけどね、うん、あれだけそういう形で人を派遣して、で、税金がそこに大きく、あの、向けられ、大きい鞘を、パソナも電通もみんな抜いてるわけですよね。そういうすごく政府の税金にぶら下がる企業が今どんどん増えてるじゃないですか。
で、なんで大阪の維新を持ち上げるのか僕は理解全くできない。なぜかって言ったら、もう経済パフォーマンスは失敗なんですよ。ずっと失敗してるの。経済パフォーマンスもそうだし、健康、だから人がね、人の命の問題が倍なくなったわけですよね。その責任って私は非常に重いと思うんだけど。生活保護率と死亡率がかなりパラサルだと、その大阪とか北海道がなんで高いかっていう理由はかなり説明できるんじゃないですか。で、同時に生活保護率が非常に高いっていうのは、経済政策が失敗してるわけでしょ。これね。で、これ見ていただくと、一人当たりの県民所得は、上の青いのが全国系で、そう。で、大阪はそうなんですよ。2006年、松井さんが知事の時から、ずっと未だ、どんどん開いていくんですよ。ずっと失敗してるんですよ。2011年は、橋本さんが知事になる時なんです。で、次見ていただくと、この結果何が起きるかっていうと、これはね、国民総生産のうち、不民総生産が、の比重が落ちてる。だから、大阪の地盤沈下は、大阪維新の下でも全然止まってないんです。なんでこれがモデルなの？俺、なんで、身を切る改革とかさ、私は断固改革をするとか言ってんだけど、あなたたちやってるのは失敗でしょっていうことが、まあ。経済政策の明らかな失敗ですよね。そう。それで、さっきの人もアンダーパフォーマンスしてるわけですからね。そうそうそう。全国平均から、全国経から見てもってことですよね。で、もう一つ見ると、コロナの最中に何が起きたかっていうと、これ完全失業率なんですけど、大阪全部非正規だらけにして、貧困率も高いじゃないですか。そうすると、こうやって見ると、全国の完全失業率をもう完全に上回ってるわけですよ。で、しかも、感染の波が来るたびに、完全失業率が高くなって、何が成功モデルなのか、こんだけ失敗してるのに、なんで失敗をみんな指摘しないのか、全くわからない。